こんにちは。本日は、久しぶりのボンジョーナムさん登場です。今日は何を喋ってくれるんでしょう。ボンジョーナムさん、どうぞ。どうも。クリスマスが近いということで、ひげが白くなりました。伸びました。ただですね、鼻のここ空気の入り口が塞がれておりますので苦しいです。生命の危機を感じます。ではですね、今日はジョン・ボナムがよくやるバスドラムが裏に入るパターン、裏に入れながらフィルを打つ、それをちょっとやりたいと思います。ですね、今日は手は3拍フレーズというか、まあ3を基準にしたアクセント入れて、それにバスドラの、裏打ちをかましてみたいと思います。手が3、足が2、そんな感じでですね、非常にかっこいい感じになります。ジョン・ボナムもやってますね。例えば、手アクセントでタッ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 じゃーん、やります。16部でやりますよ。こんな感じになりますね。バスドラ4部で踏むと、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これにですね、バスドラ入ります。バスドラが16分音符の2個目と4個目に入ります。トット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 ウドット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 ス、いきます。やってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これをちょっとリズムと一緒にやってみます。なります。最後ですね、バスドラ2回連続でドドーンっていきますね。シンバル打つので、それで左手とバスドラが被るので釣られやすいです。僕も釣られます、よく。形になりますね。それで、ハイハット踏める人はハイハット踏むと、ハイハット8分で踏んで右足裏に入れる、こうなります。ハイハット踏める人はこうやった方が、やりやすいかもしれないです。ちょっとツインペダルの左スタートみたいな感じになりますけど、ハイハットを8分踏みつつの、こういう形。あとこれができたら、ちょっとアクセントずらして、アクセント2個目にトゥッタッツトゥッタッツ、これに対してのバスドラも当ててみると練習になります。ワン、ツー、スリー、フォー。次
3つ目もトゥトゥタトゥトゥタ、3つ目にアクセント入れるパターンも、ワン、ツー、スリー、フォはい、それぞれ練習してフィルでガシガシ打つと非常にスリリングな感じになりますね。間違っちゃった。感じになります。あとですね、タムに振り分けたりと。それと、アクセントをちょっと2箇所にして、3つのうちの2箇所、タッと打った、タッと打った。これもまたかっこいいかと思います。まあ、普通に連打しながらこういうフィルも当然かっこいいんですけど、いろんなアクセント入れたりとかしながら裏に入れてもずれないように、これ少しね、慣れると結構いけると思うんですけど、とにかくバスドラと左手がずっと重なるので、右手を右左右左で打ってると、そこがやっぱり難しいところです。はい、酸素がかなり不足しておりますが、左足8分で踏みながら右足隙間に入れてやりながら、アクセントいろんなところに入れる練習、ワン、ツー、スリー、フォーみたいなことやってるうちに、結構慣れると思うので、まあ、あと自分の得意なパターン一つ決めて、それにバストラ裏に入れてみて練習して、まず1個完成させてね、それ繰り返してやっていくのも一つの練習方法だと思いますので、まあ、それでなんていうのか、そのアクセントとかフレーズのバリエーションを増やしていけば、バスドラが裏に重なるパターン、結構武器になると思うので、ここ一発のここちょっとドラム目立っちゃっていいとこだよみたいなところで、入れるとかっこいいかと思います。今日はですね、なかなか窒息しそうな中頑張ってやりました。またですね、今月中私出るときはまだひげが白いのでよろしくお願いします。ありがとうございました。